造備車両新宮町コミュニティバスは、福岡県か谷郡新宮町が運行する、コミュニティバスである、マリンクスの愛称が付けられている。2003年4月1日運行開始。それまでは西日本鉄道が、新宮町役場近くの福岡養護学校と町の、東端部の鞘地区を結ぶ路線を運行していたが、その路線の廃止が決定したため代替交通として、コミュニティバスが運行されることとなった。 運行は2011年3月31日までは、株式会社ウキコが行っていたが、2011年4月1日より、新宮町な唯一のタクシー会社である、共和タクシーに移管された、新宮町的の620の位置にマリンクス事業部を置く、車両は新宮町の所有である、一乗車100円、運賃前払い、前乗り、中折り方式。 11枚綴りで1000円の回数券がある。愛島と線上に停車する、車両町域を東西に横断する、山ライズ線と、町域中央部を南北に貫く、国道3号の西側を循環する、アイランド線がある。いずれも新宮町役場を、始発、終着とし、福光大前駅を経由する、ルート設定となっている。福光大前駅は、福岡市域にあるため、東コミュニティバスは、 福岡市内にも入るが、福岡市内にある停留所は JR 福光大間駅バス停のみである。また西鉄海塚線の西鉄新宮駅や新宮町と福岡市を結ぶ西鉄バス各路線にも接続している。両系統ともおおむね1から2時間に1本が運行されている。西鉄が養護学校さやかんに運行していた路線の代替として新設された路線である。 新宮町役場 JR 福光大前駅間は、国道495号を通り、JR 福光大前駅、的の間は、東西方向に運行する。町域東端部の的のから、九州自動車道に並行する形で、県道35号線を通り、町域南東部の鞘に至る。終点の鞘バス停から、九州自動車道立花山バスストップまで、約300メートルの距離である。 平路西鉄新宮駅新宮町役場特別支援学校前から、JR 福光大前駅三大立花。小学校前から立花口から、花立花的,的の鞘行き先番号10。鞘発西鉄新宮駅行き11。西鉄新宮駅発鞘行き20。鞘発、JR 福光大前駅行き21。JR 福光大前駅発鞘行き30。 鞘発新宮町役場駅41、JR 福光大前駅発鞘駅90、的の発新宮町役場駅過去に存在した、系統、編集40、鞘発、JR 福光大前駅駅国道3号の西側を循環する路線。沿線は町の中心部であり、住宅や各種公共施設が密集している。西鉄新宮駅を経由するほか、一部の便は、 町域北西端にある、愛島と線上に立ち寄り、新宮、愛島間の町営都線と接続している。町営都線は4月から9月と10月から3月では、ダイヤが異なるため、愛島と線上を経由する便もそれに合わせて4月から9月と10月から3月では、異なっている。両方向に運行される。この路線は既存バス路線の代替ではない。 経路第一ルート西鉄新宮駅新宮町役場特別支援学校前引く福祉センター前から JR 新宮中央駅ソピア新宮ユース JR 福光大前駅愛島都線上から養護学校前から新宮町役場西鉄新宮駅第二ルート西鉄新宮駅新宮町役場特別支援学校前から愛島都線上 JR 福光大前駅 ユースソピア新宮 JR 新宮中央駅福祉センター前から、養護学校前から、新宮町役場に私鉄新宮駅行き先番号、50、第1ルート、愛島と上非経由60、第1ルート、愛島と線上経由70、第2ルート、愛島と線上経由80、第2ルート、愛島と上非経由91、第2ルート、新宮町役場始発、 愛島と戦場非経由開行事に用意された車両2010年のダイヤ改正により、日のポンチョロングを2台導入し、以後ポンチョを順次増備して5台としている。色は1台ごとに異なり、白、青、ピンク、緑、オレンジの5種類。他に中型ノンステップバスの三菱不走、エアロミディ MK9 メートル車が、ヤマライズ線専用として在籍する。運行開始時には、 ノンステップバスの三菱不装、エアロミディ MJ7 メートル車が導入された。色は一台ごとに異なり、オレンジ色地にみかんのイラスト入り、スカイブルー地にイルカのイラスト入り、クリーム色地に太陽のイラスト入りであった。全車ポンチョに代替されている。ありがとうございます。